お疲れ様です。山です。ファイナルファンタジー7リメイク続きやっていきます。さあ、少し探してみるか。助かった命無駄にはできないよな。ワイマーさんはアバランチの人なんだよね。ね。しかもバレットと一緒に行動できる。まあ本家とはまた別なんですかね。どうしたものか。姉ちゃん、大丈夫かな。きっと大丈夫さ、きっと。ね、助けていたっすよね。よく潰されなかったね。おお、臨時アイテムや。何があるかわからない。備えはしっかりな。あれ？この人、あ、ティファのこと好きだった人っすよね。あ、ちゃんとアイテム持って逃げたんだ。偉いね。しかも新しい曲もね。はい。あ、メガポーションがもう普通に売ってるのか。いいね。万能薬。はい。気をつけてな。はい。あ、ね、ちゃんと看板もね、持ってきてますね。これあったね。あの店に。はい。で、ここから行くんだ。あ、大丈夫この人。どうしたものか。お兄ちゃんはパパと一緒よ。ああ。いやー、なかなかだね。どうしたものか。さあ、行きましょうか。あ、7番街か。おう。忘れ物しちまってな。そうか、あんまり物はないが見てってくれ。武器屋なんか、あ、え、新作なんだけど。マジ？ラージマウス、アンガーマックスって技ですね。 ATB を全部使って無数の弾を一気に打ち込みます。フィールバーストとはまた違うんだ。すごいね。あー、買うか。買えるよね。いや、ちょうど言ってたよね。バレットの武器が欲しいなと言ってたんで。頼んだ。うん。マジ？運べたのはこんだけさ。いや、結構頑張ったよね、みんな。マテリアないんだ。そっか。はい。無理すんなよ。はい。じゃあ変えて。おー。左側から弾が出んの？すごい、なんか。今まではガトリングガンって分かりやすかったけど、ちょっと違うよね。で、初期状態で全員、すべての武器よりも強いね。攻撃力はね。あ、はい。はい、強化者。で、大ダメージを受けると、MP を回復するっていうね、能力がついたぐらいかな。あとは、能力は高いですね。あの、基本的なパラメータがね。53なんで、ああ、強いね。物理攻撃はね、高いね。で、魔法も高いし、ね。防御力はつかないんすけどね。はい。まあいいよね。はい。そう、前は、こうまっすぐ行って、どうだ？あ、こっちか。こう言って、オールマーケットの方に行ったんですよね。うん、はい。はい。おー、まあ一本道ですね。ここからみんな。よくまともな空気がする。なんでこんな。うん。
みんなここから逃げてきたんだ。おお。まあまだね、危ないよね。ほら、あともうちょっとだ。すぐそこが6番街だから。おお、すげえ動くね。それでもあそこにはいられないだろう。作らなければ。バカ言うな。今までだってなんとかやってきたじゃないか。お、出た。え？シンラマーク。そうね。もともとお金はなかったし。はい。家も。またか。さっきよりも近いな。近い。大丈夫かな。おーい！助けが必要な奴はいねえか？おー、すげえ。ええー、なんもねえ。もう少しだよ、頑張って。動かねえ、うん、手伝うぜ。マルさん、あんたたち行くぞ。せーの。よかったな。ありがとう。本当によく無事だったよ。これからどうするんだい。さあな、俺たちにできること見つけるさ。店へはもう行ったのかい？いや。確認してきたらどうだい？じゃあまず店だ。それから考えようぜ。道なんてないようなもんだからね。足元に気をつけていきな。おい、誰かいねえか。返事をしてくれ。おお、これもともとのセブンではなかったような気がするんだけど、戻って、救助活動ですかね。で、大江さんはずっと残ってたんだね。みんなをね、助けているみたいですね。で、ここが武器屋だよね。でかいけど。いや、意外と大丈夫か、ここは。ね、で、ここら辺が、ビックスの家だよね。その顔なら、マリンは助かったんだね。はい。あの子、全く大したもんだよ。うん。その顔なら、マリンは助かった。誰かいないか！道なき道を。聞こえてたら返事をしてくれ。誰か返事をしてくれ。おーい。うん。で、戦ってたのが、あそこら辺かな。だから、どうだろう。ジェシーとかもしかしたら、ああ、これ、看板か。ウェッジの猫だ。何？
行ってみよう。え？まさか。ウェッジは猫を抱えてましたよね、最後。え？ああ。行くぞ。せーの！おお。大丈夫。猫。で、こっちが確かウェッジの家だよね。ついていけばいいの。ここってウェッジの家？うん、ここだよね。穴？ん？どうやって？あー出た、はい、今行くからな。そこで待ってろよ。え？死んだくせや。本当だ。ウェッジ？ウェッジ？お？こんな時に！障害物を破壊して進む。あーすごいね。ガタリングガンで壊していけということですかね。はい、道がねえなら作るまでだ。すごいね。初めてバレットを操作しますね。わーでもウェッジさ倒れてたよね。そうだ、標準なくても撃てるんだけど、すごいな。はい、何これ、ダンジョンってこと？あ、お金がない。神羅カンパニー地下実験場、なんかやばいのがねいそうですね。はい、まあ回復、あ、そっか、一人か。はい、行きましょう。これ壊せない、邪魔なんだけど。これこれ、どけどけ。うん、ダメっぽい。お、怪奇中。あ、まあいっか。ミアブルがねできてないんだよね、アンガマックスは。おお、意外と強い。ミアブルをね、そっか、クラウドにつけてたから、何か、はい。はい。マテリアを付け替えましたね。一人用ですね。狙うぜ！おお、そこも、いっぱいあるんだけど。おお、楽しいね。何も出てこないけど。あ、ネズミだ。暴れがいがあるってもんだ。はい、これはいいか。集中砲火だ、覚悟しな。こっちだな。ちょい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 、こっちか。邪魔見やがれ。はいはい、そうだ。魔法も使えますよね、バレットは。
おお。ざっとこんなもんだ。強いね。あ、出た。ちゃんと自動でね、狙ってくれますね、これは。はい。OK。で、命中率もそんな高いわけじゃないから、時間かかるね。はい。まだある。ちょっと待って。落とした。暴れ甲斐があるってもんだ。命中させたら。あー、すごい。倒した次の敵にね。あ、ミスった。見破ってないよね。そんなもんよ。はい、全部壊したわ。ちょっとね、時間がかかるんで。あ、あー、ここ。あ、こっちか。おー、飛んだ。え、他にもあった。ちょっと待ってね。うん、まあ大丈夫かな。あ、やばい、死んだ。ちょっと待ってね。これもいけんのか。マジか。一本道だとね、怖いんすよね。はい。2000ギル。すごい。神羅の隠し財産ですかね。いつの間に作りやがって、こんなとこ。自分たちを住んでるさ、下にこんなのが、あるわけだもんね。ゾッとするよね。なんでやろうがぶっ潰す。ブラッドテイスト。待て。噛みつかれるわ。あー、戦ったことあるんだ。はい。どけどけ。まだまだ。で、氷だよね。はい。残さず食らえよ。はい。一丁上がりってな。意外とやれるね、バレット。で、どうだ今。あ、100% なってたわ。まあ変えなくてもいいよね、これは。強いんで。ラージマウス。はい。あ、こっから出たんだ。よくないね、それは。ああ。そうだよね。まあ、はい。しょうがないよね。片手なんだよ。あの、どんだけ掘ってんだよ。暴れ甲斐があるってもんだ。手打っとくか。うん。回帰中。ああ、プレート落下の影響で活性化している。はい。戦乱命中だね。あ、やばい。やばい。変なとこ行った。ん？やったぜ。壊せんの？おらおら。おお。おお。便利だね。弾無限ってのもいいよね。え？ウェッジどんなとこに落ちたの？いや、これでしょ。キープアウトって。張りすぎってぐらいあるもんね。絶対ここでしょ。右でも負けっかよ。どうよ。はい。ね、魔法。勝ち越しだ。はあ。叩きのめってやら。いいね。おお、モンスターもね、喜んでますね。喜んでる？違うな。ファンファーレをね。
すごいな。だからこの影響で、その、保管用の檻が壊れてるとかあるかもね。はい、こっちも行けんでしょ。狙うぜ。はい、吹き飛ぶね。ヒール超過な、それ。回復 しそうですけども。回復行動の効果が上がります。ん、普通にアイテムとか、まあ魔法だよね。使った時の、なんだ、効果が上がるってことかな。一般な、一般な、ちょっと取るわ。うん、ハイポーションが一個あったぐらいかな。おー、近いね。まあやったっけ、暴れがいが多分やったよね。ちょちょちょ、うわー、ちょっと待て。マジかよ。どうしようもないよね。マジかよ。こっちまで来れるよね。集中砲火だ。覚悟だ。立ったぜ。これ強いな。はい、暴れがいがあるってもんだ。で、弱点っぽいしね。やべ、もう一匹来た。派手に散らすな。ねえ、 ATB がある分全然使え、はい、ATB があればね、全然いつでも使えるんでいいよね。で、壊すんだ。はい、上も下も死んだかよ。ねえ、下は想像してなかったでしょう、ね。うん、おお、または。倒しきれない。いや、耐性があるのか。おい。俺が全部ぶっ壊してやる。一回さ、フィールバーストも使ってみる？あんま違いがどうなんだろうね。フィールバーストってなんだっけ？どこだ？うん、攻撃力の弾を放つ。まあ、やってみようか。うわ、まただ。地面に置いててくんないですかね。はい。おお。なんか虫っぽいもん出てきたけど？あ？ん？蜂？の巣かな？ねえ。この六角形は。うーわ。ゾワッとしたわ。ティガ！おい、ティガ！バレット！無事か？そうでもないみたい。どこかに巣があるはず。そっちをお願い。任せろ。巣、これじゃないの。どけどけ。こいつ当たってんのかな。そこ。お。死ぬよね。それ。うん。キリがない。
あれ戻したらどうなの。狙うぜ。悪いな。おう、いくらか燃えましたね。ただ巣をやったわけじゃないからね、まだ出てくるよね。でも結局ね、研究用のモンスターが出たってことでしょ。大丈夫だ。おう、このこのビールバーサー一発なんだ。おっしゃ、いや強いわ。あ、ウェッジの元へってあるからやっぱ生きてんだね。そう、まだ分かんないか。でも倒れてたんでなんとか。うん、大丈夫。よし、まずはウェッジだ。急ぐぞ。うん、え、生きてるルートあるんだ。はい、ということで、じゃあ今回はこれで以上です。まあおそらくこの、主とはやるんでしょうね。嫌だな。はい。ありがとうございました。